ハイボールの作り方、蔵元アイス。まずグラスに氷を入れていきます。氷を入れたらグラスを冷やします。こんな感じで氷を回しながら、でもこの際に先に冷蔵庫とか冷凍庫でグラスを冷やしている場合はこの作業はやらなくても大丈夫です。そしてしっかりグラスが冷えたら、氷が少し溶けてグラスの下に水が溜まるんで、この水は捨てます。よし。で、しっかり水が切れたらここでウイスキーを入れます。角瓶。そして次はウイスキーも冷やします。で、ウイスキーも冷蔵庫とか冷凍庫で冷やしている場合はこの作業はやらなくても大丈夫です。よし。そしてしっかりウイスキーが冷えたら炭酸を注いでいきます。で、炭酸は氷に当たらないように液体をめがけて注いでください。優しく注いでください。よし。そして最後はガチャガチャ混ぜるんじゃなくて、グラスの底から氷を持ち上げるように優しく上げて下ろす。これだけです。完成です。これでめちゃくちゃ美味しいハイボール完成です。いただきます。うわ、めっちゃうまい。最高ですね。いやー、やっぱいい氷でハイボール作るとめちゃくちゃうまいっすね。普通に自宅で作った氷とか製氷機の氷でも悪くはないんですけど。